田中道子は日本の女優、声楽家。生涯の半生以上を欧州で過ごした。未知の愛称でドイツ語圏で有名だった。中央が夫のビクター・デ・コーバ、その左に美智子。夫の右はホルスト A 向けベルリン市内にあるビクター・デ・コーバと田中道子の名誉部費1909年に東京府歓楽で日本画家。 田中よりの一人娘として生まれる。17代目中村勘三郎とは、根岸小学校の時に同窓だったことがある。小学校卒業後文化学院に入学したが、双葉高等女学校に転校。関東大震災後に母方の実家がある広島市へ移り、広島英和女学校に転学した。当時の音楽教師は杉村春子だった。 高陵中学のエース千村達美に初恋をした。4年後帰郷し、東京音楽学校へ入学。両親は1930年、広島市の二月神社近くに家を開院居した。東京音楽学校声楽科本科在籍中に、斉藤秀夫と不倫の噂が立ち、いたたまれなくなった道子は、この絵秀丸の勧めもあって、ウィーンへハープを学ぶ予定で、留学。 1930年に渡航する。ウィーン国立歌劇場で、マリア・イエ・リッツァの、サロメを聴いて感動し声楽に転校、ウィーン国立音楽大学声楽科に入学。後見人の中央日本講師夫妻や、下宿先の男爵夫人講師の計らいで、ウィーンの社交会にデビュー。時の財政界の重鎮で40歳年上の、ユリウス・マインル2世と出会い、結婚。 夫の支援を得て、その後は、ウィーンを中心に、歌手、女優としても、活躍。1935年には、オーストリアビーナーフィルム制作の映画、恋は終わりのに主演し、アルベルト・バス・サーマンやハンスやライトを当時の人気俳優たちと共演した。ちなみにこの時の主題歌は、リヒャルト・タウバーによって書き下ろされた。戦争の色濃くなってきた1937年には、 活躍の場を英仏に広げる。1937年のフランス映画、吉原では、主役の芸者小春を演じ、劇中で歌も披露したが、国辱的な映画に出演したとして、日本からは大きな批判を受けた。同年のアメリカ映画、大地では、主役の中国人女性の役に抜擢されたものの、日本人の出演に反対が出たため役を逃した。 女優として、また恋多きい女性として、早川雪舟やカールツックマイヤー、リヒャルト・タウバート、多くの演劇人らと交際を続ける中、ドイツ人のシャンソン歌手で、俳優、演出家、ビクター・デ・コーバと、運命的な出会いを遂げ、1939年に、マインル2世と離婚、同年にマインル2世をナコードに迎え、デ・コーバと再婚する。同時期に、ベルリンに住んでいた。 国政さによると、デコーバとの結婚に際し、アーリア人の根結を望まないヒトラーからミチコの、否認手術を条件とされ、二人はそれに同意したという。二人は、第二次大戦中から、戦後の混乱期に、ヒルデガルとクネフ等多くの文化人を自邸に擁護し、後年同廷は、ベルリン、平和の島と伝説に歌われた。戦後、 日独館の民間大使としても活躍し、数回の帰国外戦公演を行う。大賀のりを小沢誠二や若杉博士をはじめとして、欧州の楽団へ広く、日本人の音楽家を紹介した功績も大きい。ヘルベルト・フォン・カラヤン、カール・ベーム等とも親交が厚く、またビリー・ブラント、ヘルムト・シュミットの両元ドイツ首相とも交友があった。1950年には、 早川摂州に対し、1937年の財布筋に渡した毛皮や、宝石の代金4万ドルの返還を求めて、裁判を起こした。1954年、日本映画、花の命を、に、山本藤子、松島智子らと共に出演。同年、イタリアンド日本合作で、八草香るをはじめ住み花よ。 東郷春子、大鳥八代、淀ドカホルラ宝塚歌劇団生徒たちも出演した映画、蝶々夫人に鈴木役で出演。撮影はローマのチネチッタで行われ、蝶々夫人は八千草が演じた。1959年には帝国劇場でオペレッタ蝶々さんに主演。主語でも知られ、久しぶりで日本の地を踏んだ1977年の帝劇。 喜劇町長さんに出演予定が前日卵酒を飲みすぎて休園となり定劇は切符の払い戻しをして大損害を被った。日本滞在中はホテルのベッドの下にいつも日本酒の一生瓶が置いてあったという。1987年のサントリーホールにおける落とし公演の特別公演への出演が最後の出演となった。1988年 ミュンヘンのマンションにて78歳で生居。現在は夫のビクターで工場と共にベルリン市内の部屋通り墓地で名誉墓碑の元に眠っている。最初のオットマインルの会社は赤い帽子の黒人少年のマークで世界的に知られた。少年の絵は道子が描いたものという。ありがとうございます。